皆さんこんにちは、こんがりです。というわけでですね、本日も PUBG ニュースイートやっていこうと思います。よろしくお願いします。はい、ということでね、で、まあ、今日も今日とて、ラグナ遊んでいこうかなと思うんですが、とりあえずね、バレーを見過ごしてしまったので、シロッコだかモロッコだかわかりませんが、とりあえずこの街を降りましょう。はい、でね、僕あの動画をね、撮るのが実は久しぶりでございまして、動画の撮り方ね、完全に忘れてしまいました。はい、本当にさ、俺どうやって動画撮ってたんだっけっていうか、ニューステイトっていうね、なんかちょっと序盤さ、退屈なゲームで何を語っていたのかすら忘れてしまったんですが、まあ、とりあえずね、勘を取り戻しつつやっていきましょうか。はい、ニューステイト、なんかいつの間にかランキングもですね、なんか落ちていて、今320位くらいかな。はい、まあ、今シーズンね、ちょっとコンカラーで、まあ、しっかりと、まあ、僕ね、コンカラー維持報酬も、ゲッティングしたいんで、ちょこのままではまずいかなということでね、今日も今日とって遊んでいこうと思うんですが、ちょマジでさ、ゲームすんのすら久々なんで、ちょっと許してください、プレイングに関しましては。はい、まあ、ただね、毎日投稿は、まあ、やめていなかったということで、まあ、しっかりね、予約投稿していたことだけは、まあ、偉いんじゃないでしょうか。はい、まあ、今回ね、なんかあの最新の、ガチャ、なんか MK ミュータントのさ、レベルアップスキンが来ましたが、とりあえず、まあ、そのね、ガチャを、実は動画を撮らずに、まあ回してしまいまして、まあ、非常にね、もったいないことしたんですけれども、まあ、とりあえず爆死なんで、まあ良かったかなと。まあ良くはないんですがね、みんなは爆死を見たいんだよな。なんかガチャ動画とかでさ、神引きとかさ、正直あんま期待してないでしょ、みんなは。みんなはさ、人が爆死をするのを見てさ、ふう、良かった良かった、まあ自分だけじゃなかったっていうね、まあ、安心感が欲しいのかどうか知りませんけど、まあ、そういうさ、なんかあの、感じだよね、みんなは多分。ガチャ動画に求めてることってさ、多分爆死だと思うんだよな。爆死した時こそほど、まあ、なんか需要があると僕はね、勝手に思っているんですが、まあ、違うんでしょうか。まあ一旦そんなことはさておき、あーちょっとな、あれだな、タンスナ持てばよかったな。もうマジで忘れてるんで、ほんと勘弁してください、マジで。今回はさ、カスタム2のスカーをね、使っていきたいんですが、でマジで、ゲームの感覚がさ、ない。忘れてしまった。うん。ま、こんな感じでもしっかりとドンカツだけは取っていくんで、まあ安心してちょうだいということでね、やっていきましょうか。ただね、一旦ねこれ全部捨てまして、まあ、全部は嘘です、盛りました、まあ、カスタム2なんで、まあ、しっかりと7ミリが欲しい。まあでもね、全然ゲームしてない割には意外とやれるのかもしれませんね。はい、そんな違和感なくプレイできている、まあ、これがね、ニューステイトの良さなのかもしれない。ちょっとね、あとね、僕あのちょっとあのマイク周りの機材をちょっと揃えましてね、まあ、揃えたっていうか、なんかアタッチメントをね、新しくアタッチメントしたんですよ。なんでちょっとね、なんかそのアタッチメントが邪魔で、ちょっと想像以上にでかくてちょっと邪魔してるんで、それがちょっと唯一の懸念点かなっていう。ちょっと操作しにくい、マジで。アイパッティングがちょっと無駄に固定されてるんで、ちょっとそこが嫌ですね。あんなところでなんかやり合ってる、あいつ普通に人くせえな。あいつ人だわ普通に。いやーマジか、いました、そこに。なんか拾ってたもんな、 AI のブッシー。あー、これ非常にめんどくさい。いますわ、まさかの追いなすったということで。なんか近くにね、パラシュートがね、見えてた気もしたんですよ。とりあえずなんか行ったな。AI が行ったんで、ここは一旦様子見しますか。はい。一旦様子見からの、もしかしたら僕の勘違いの可能性もあるが、いや、そんなことはないでしょう。絶対いるでしょ、あれ。あれは AI だと思うんだよね。いや、ちょっと飲まれちゃったか。アンチ飲まれるの痛いな。とりあえず、上見つつで行きますか。怖怖怖。マジで怖い、久しぶりに。いや、ちょっと待って。ほらほら、やってるやってる。ほらね、いるでしょ。ほらほらほら、人じゃないですか。パルクールしちゃって。やっぱりいたか。というわけで、さようならと。ま、
なぜ警戒しなかったのわからないが、とりあえず初心者でしょう。ジージー。まあ、こうやってね、僕は初心者に対してもね、厳しくいくんで、うん。まあ、手加減をしないっていうのがね、まあ、僕の、まあ、一つの、まあ、プロとしての心構えというか、そういうのあるんで、ちょっとごめんなさいね。ちょっと手加減はマジでできません。で、しっかりここ7ミリゲットして、ありがとうございます。さあ、とりあえずはアンチに入れたのはいいけどさ、あ、べべべべべべやべべべべ、見た今の。まあ、これがプロのね、コートテクニックなんですけど、まあ、HP1 残しっていうね、まあ、技です。はい。実際は全然焦ってません。まあ、今ね、まあ、ちょっと、ね、エンタメ要素あったんで、まあ、盛り上げるためにね、オーバーリアクションしましたが、まあ、実際のところは、まあ、計算通りというか、うん、余裕ですね。とりあえずじゃあここで、カスタマイズキットとシールドと、あともう頼むもんないからな。いやーちょっと待って。カスタマイズキット、シールド、もう一個カスタマイズキット、それを頼んでおきましょう。ここに設置しまして、でなんか右からさ車の音が聞こえていましたね。俺はしっかりそういうのも、引き逃さないんで。いるわいるわ、レックス走らしちゃってますね。とりあえずあいつどこ行くんだろう。そのまま行くかなあ。行ってんな、物資の方。じゃあいいや、それならば許していいんじゃないか。僕は一旦カスタム2したいんで、カスタム2してからが本番みたいなところあるからな。さあさあさあ、ありがとうございます。カスタマイズ2にしましょう。ここでさあ、まあ、爆撃を食らうようではまああのまだまだなんでね、ラグナのプロとしてここはまあレッドゾーンも避けていくっていう、まあ、これもねレッドゾーン避けっていう高等技術使ってるんで、なんかさ高度な技術ってさ分かりにくくない？だからみんなもさ動画見ててさ多分分かんないと思うんだよね、僕がこの試合にね一体いくつの高度な技術を詰め込んでるかっていうのは。まあでもね、それが見抜けるようになって初めて一人目だと思ってるんで、まあ僕からね、答えをまああの送るようなことはしませんのでね、はい、皆さんのためにも。でちょっと A ダボいるから相当だるいっていう、マジで A ダボだけはだるいんでめんどくさいね本当にね。ちょっとあそこにもいるが、あいつはなんだ、普通に AI か。もうラグナでは AI は撃つなっていうね鉄則あるから、まあ、その鉄則に従っていきましょうか。で今回このね補給物資から、まあ、ドローンクレジットだけは猫ババしといて、ちょ一旦お金を貯めましょう。はい、あと鎮痛とかかなりありがたい。しかしここレックス止まっているけど、もうあないよねやっぱりね。うん、でギリースーツももう取られちゃってますか。レックスニキはこのまま車を置いてどっか行っちゃったんだな。まあ、しっかり考察していきましょうね。ここ犯人のね、なんかそういうメッセージがあるんで、この犯人が残していった痕跡をしっかりと推理していって、推理ゲー要素を攻略していく。まあ、推理ゲーをこうやって制した後は、金集めゲーになるんで、はい。急に金稼ぎを強いられるんで、このゲームは。マジでね。あ、ばばばばば、マジ？は？マジかよ、あんなところに嫌がる、くっそ。あいつマジか、やりやがった。とりあえずさ、オッケー、俺もただじゃやられねえぜ。タンスな対決、望むところですよ。じゃあ一旦ちょっと嫌がらせで、あそこのレックスを破壊しておく。はい、や割らせてもらうからな。あ、あ、あ、バイ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 。あっぶねえ。あいつ。ちょ、待て待て待て。ブランクあるからね。慌てるな。ちょ、待て。あいつ狙ってんな。さあ。撃った！オッケー！しっかりヘッショで沈めていく！これがまあ、ラグナのプロですよ。相手が A ダボ？ノンノンノン。そんなのね、ひるんじゃいけないかな。うん。ここは、頭を出す勇気っていうのを、まあ、みんなにね、一旦教えました。ここね、あ、今のも高等技術で、実は頭だけをね出してないんですよね。胴体を出してあげることによって敵に選択肢を与えたんですよ。頭で一発で抜けるけど、まあ、AW 持ってるからね、胴体にも当てたいじゃないですか。ここは駆け引きだよね。胴体さらす代わりに、まあ、一撃死を一旦ね、食い止めてあげて、
で、そんでもって僕が頭を狙って沈めるっていう、こういうことなんだよな。まあ心理戦も含まれてるからな、この、まあニューステートっていうのは神ゲーなんだよね、基本的には。だから素晴らしいよね、本当に。ありがとうございました。ちょ、一旦ここ捨てて、で、こうしてこうして行きましょうか。そして僕は4スコも捨てて6スコもらって、はい、ジージー、ありがとうございます。いたいたいた、マジでまずい。一旦見よ、潜めよ。あべえ、怖っ、あの野郎、マジか、やりやがった。ギリースーツに、そして、あー怖いな怖いな。あー、どこどこどこ、あ、そっちにもいんな、やだねこれね。一旦さ、いや、めんどくさいな、変な位置にもいるんで。僕一旦引きますわ、ここ。これ戦略的撤退っていう専門用語で、右回りしてたやつのマーツはさばいて、で、一旦ね、挟まれない位置にポジショニング取っていく。これができるかできないかが、まあ、プロかプロじゃないかみたいな、アマチュアとプロを分ける、まあ、戦い方ですよね、これが。皆さんはね、脳筋ゴリゴリにしか詰めることができないかもしれないんですが、まあ、僕みたいなね、プロはしっかりと戦況を読んでいくと。で、こうやってギリースーツが、まあ、勘違いして、なんか詰めているんで、それはですね、さばいていくんです。こうやって。はい、オッケー。まあ、こういうことよな。まあ、これが立ち回りっていうんですかね。あ、で、またいた。さあ、しっかりとここは詰めていくよ。ここで詰めなきゃ男が廃るんで、一旦右回りして詰めていきましょうか、ここ。左回りはさすがにリスキーなんで、リスクは取りたくない。ノーリスク、ハイリターンを狙っていく、ここ。さあ、敵がどこに移動したか。ちょっとわからない。下っていったか、それ。一旦、まあ、身を潜めましょうか。この辺にね。ここで下手に動くと、非常にまずいね。さあ、そして、来てます、来てます。やはり来てましたか。はい、はい、ちょっと待ってくれ。機材がここでトラブっていく。は、は、は、ラグラグラグい。ちょ、待って待って待って。あ。ちょっと待ってください。さあ、というわけでね、皆様お待たせいたしやした。とりあえずここのやつさばいたんですが、しばくとも言いますか、うん。しばいたんで、残りは怠慢なんですけれども、残り1枚の、まあ、痕跡はありませんと。ということでね、まあ、久しぶりの実況だからさ、まあ、こうやって機材トラブルも起きていくわけ。これが本当にね、僕が久しぶりっていう証明でもあるよな。うん。とりあえず QED 完了なんですが、あと残ってるのはそっち側だよね、いたよね。OK! はい、ということでですね、しばきました。全員しばきました。はい。いやー、マジでさ、久しぶりだったんだけど、まあ、ドンカツ取れてよかったと思います。はい、まあ、皆さんもね、スカーのカスタム2、マジで強いんで、使ってみてください。以上、こんぐりでした。じゃあな、ジジー。